こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。埋蔵金や心霊現象、陰謀論をはじめとした都市伝説は人々の心にロマンを喚起してやまない。今回はそんな都市伝説の中でも、日本の地下に関するものを取り上げていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。要人専用の避難用地下迷路。日本の中心である東京は、同時に地下鉄にとっても中心地だ。蜘蛛の巣状に張り巡らされた線路と駅は、都心の至る所へのアクセスを容易にしている。そんな中ひっそりと噂されているのが東京の地下を駆け巡る地下迷路の存在だ。一体何の目的で？一説によれば、皇室や政府の批判など国内外の重要人物を災害やテロから守るため作られたそうだ。この迷路は使用者たちが安全に移動できるように非常に複雑な構造をしており、地図なしで迷い込んでしまったが最後、二度とは地上に戻ることはできないそうだぜ。ひゃあ、怖いわねえ。そんな目的のために増設されたからか、この迷路の入り口の位置や、どことどこを接続しているかはよくわかっていない。噂には、皇居から八王子方面までという説や国会議事堂から首相官邸を含む、主要施設はあらかた結びつけているという説がある。ものすごい規模ね。口頭無形な話に聞こえる人もいるかもしれないが、この手の存在は他国では決して珍しいものじゃない。身近な例では、中国や韓国では以前より要人警護のための地下通路やシェルターの存在を公表している。東京は地下鉄だけでなく、水道や電気などを通すほどの大規模なライフラインを地下に保有している。故に人を通すほどの地下通路を都心部に持っていたとしても不思議はない。なんてったって世界屈指の都市だもんね。これもあくまで噂だが、この都市伝説の発生源は都内各所のビルに散在する謎空間らしい。謎空間？ああ、都内のいくつかのビルには、その存在理由が不明な謎の地下空間が存在している。1階より上の建造部分は通常のビルだが、地下部分は地下1階、2階とするのには不釣り合いなほど、広大な空間の存在が確認された。ほう？地下通路の都市伝説は、このような事実から着想を得て発展したものだと考えられている。エレベーターの止まらない階にある政府施設。日本の地下鉄の代表格といえる東京メトロ。これは東京を中心として、埼玉県、千葉県を結び首都圏にとってなくてはならない交通インフラだ。そんな東京メトロ副都心線の一駅西早稲田駅に政府施設への地下通路の存在が噂されている。政府施設ってどんな？具体的なことは不明だが、駅周辺にある富山公園にそのヒントがあるらしい。ああ、あの広い公園ね。現在、富山公園がある場所は、かつての陸軍の教育施設が存在していた場所と一致しており、現在もその縁で、軍事関係の設備が極秘に存在している可能性があるというんだ。そう言われてみると、公園内の山とかも不自然に思えてきたわ。箱根山な、あそこがまさに学校があったところだ。西早稲田駅のエレベーターに、ボタンはあるものの決して止まらない階があって、そこに富山公園の地下に存在する施設への地下通路が存在しているんだそうだ。この謎の階自体は都市伝説ではなく、実際に存在しており、検索すれば多数の画像がヒットするぜ。エレベーターは駅地下のスーパーオリンピックの近くの駅入り口に併設されたもので、地上階の駅と、ホーム階の B1 の間に B という謎のボタンがある。通過階って書かれているわね。このボタンを実際に押してみたっていう人はいないのかしら？もちろんいるぜ。実際に押した人の経験談によると、その階には止まりませんというアナウンスが流れるそうだ。昇降中にエレベーターの窓から外を眺めてみても、照明が落とされ暗闇に包まれた空間があるだけで、詳細は確認できなかったようだ。でも何かは存在するのね。それを確かめるために駅員さんに直接尋ねた人がいるそうだ。おお、チャレンジャーね。その人の証言によれば、駅員さんにその謎の階に行く方法を尋ねたところ、お客様が立ち入る必要のない階だから止まらない、詳しくは言えないと怒ったように言われたらしい。質問者さんはなおも食い下がり、では何があるのか？と問い返すと、駅員さんは困ったように考え事をした後に、業務用の倉庫があるとだけ返答されたという。怪しい。まあ、単に駅員さんも詳しく知らなかっただけかもしれないけどな。もしくは都市伝説好きの人とかに同じ質問ばっかりされて苛立っていたのかもね。一方で、この階は単なる業者専用のスペースに過ぎないという現実的な意見もあり、駅構内から確かめると、その階があるべき場所には機械室という名称の部屋と一致するらしい。その機械室って名前自体も何かのカモフラージュだっていう説はないかしら？それもあるから、この都市伝説がどこまで真実かわからなくなっているのさ。地下に葬り去られた秘密原発。日本には運用中のものと廃止、解体されたものを含め合計59基もの原子力発電炉が存在し、建設中や計画中を合わせればさらに数は増える。そんな原子炉が東京の地下にも存在するという噂があるのをご存知だろうか？原発って、テロの標的になったり災害なんかが怖いから首都圏とか都会には作らないんじゃないの？
この手の話題は、じゃあ地方なら原発を建ててもいいのか、という議論に発展しかねないな。まあびっくりするのもわかるが落ち着いて聞いてくれ。この都市伝説によると、東京の地下原発は電力供給というよりは、研究を主眼としたもので、原子力について研究している理系の大学のキャンパス地下に建造されているそうだ。ほほう。ここからは陰謀論的な話になるんだが、2000年頃に稼働開始したこの原発は、直後に事故を起こした。ええ？その際に発生した大規模な放射能漏れによって、付近一帯の放射線量が通常の10倍まで急上昇した。だが、政府はあろうことかこの事故を隠蔽し付近住民は普段通りの生活を送っていたそうだ。事故処理に関わったとある東京大学の研究者はこれが原因で被爆し、癌に侵されたそうだ。知らないうちに放射能汚染されてるって怖っ。政府からすれば事故を認めたら、秘密裏に運用していた原発の存在も明るみに出るからな。この噂と関連して、この原発が存在しているという東京メトロ南北線には、汚染物質への対策のために、完全密閉型のホームドアが採用されているらしい。もし原発が存在するとして、何のために南北線上に建設したわけよ。これについては南北線の線路を使って、原発に必要な物資を運搬していたという説があるぜ。この原発は地下に何層にも存在し、その全てが現在稼働しているものより高性能であり、極めて厳重なセキュリティの下で運用されていた。一般人が気軽に立ち入れないのはもちろん、水道管工事などでうっかり掘り当てられないように。政府は東京の土木工事を完全に把握し、もし付近を工事する場合は政府のスパイを派遣して、間違いがないように監視していたそうだ。それだけやっても事故は防げなかったのね。その後、原発はどうなったのかしら？現在も運用されているそうだが、ここで発電された電気はそのまま市街地へ送電すると、通常の発電所で作られた電気量の合計と、実際に送られた電気量の合計に誤差が生じてしまう。そのため、ここで生産された電力は同じく極秘裏に運用されている政府施設や研究所に送電されて、軍事研究や怪しい実験に利用されているという話だぜ。大久保駅アンダーグラウンド商店。JR 総武線の大久保駅と山手線の新大久保駅の中間には地下空間が存在するという噂がある。この空間では外国人の監督官の管理のもと、違法薬物や武器の売買、果ては密漁された動物の皮や角、それの加工品や個人情報や偽造パスポートなども取り扱っている。まさしく現代の闇市ね。なぜわざわざそんなところで商売しているの？それはかつて実際に存在した大久保駅の地下商店街が、法の改正や治安の問題から、安全性を問われ営業中止に追い込まれたが、現在でも無許可で営業が続けられているからだそうだ。本来ならこの闇市が開かれている地下空間は廃墟として封鎖されているはずだったが、ホームレスたちが住み着いてから、次第にビザの切れた外国人が違法滞在するようになり、ついにはそれが違法な市場へと発展したと考えられている。実際にこの市場に潜入した体験談も伝えられていて彼らの話によると、違法な市場といっても、店や客の雰囲気は通常の店舗とほとんど変わらないらしい。また売っている商品もほとんど普通の食品ばかりで特に海外からの輸入品が多く、ふるさとの味を求める外国人が購入するのが主だという。へぇ、なんか拍子抜けしちゃったわ。とは言ってもやっぱり無許可な営業をやってるアウトロー的な市場であることに変わりはない。その証拠に市場の奥まったところには、普段市場をよく利用している人すら怖くて近づけないような、違法品ばかりを扱う店舗が存在しているらしい。そういう店では当たり前のように拳銃や明らかに薬物とおぼしき白い粉、本当かどうかは定かではないが、漢方薬を処方する際の角や人肉まであったそうだぜ。ひぃ、闇市へのアクセスルートだが、大久保駅の近隣ビルと新大久保駅の近隣ビルの2カ所があるらしい。普段は鍵がかかっていて入ることはできないが、つてのある人なら日本人でも侵入可能だそうだ。軽はずみな気持ちで入って、自分自身が商品にならないよう気をつけてな。ちょっと、怖いこと言わないでよ。昭和記念公園の下の第二国会議事堂。昭和天皇の在位50年を記念して作られた昭和記念公園は、昭島市と立川市にまたがる広大な敷地面積を誇り、四季折々の自然環境を感じられる空間となっている。さらに通路が広められていたり、敷地の一部が救助隊のベースキャンプや救護スペースなどにも、機能するように、災害時の避難場所としての使用も想定されている。そういえば公園の隣に防災基地があったわね。だがこの昭和記念公園の地下には人々が知らない巨大な施設が存在しているという都市伝説がある。その施設とはズバリもう一つの国会議事堂だ。国会議事堂、そんなところに？この地下施設の目的は、戦争や災害発生などの有事の際に、政府機能を一時的に移転するためだと言われている。戦争や内乱が起きた際に永田町の議事堂は格好の攻撃対象になるだろうし、
首都直下型地震が起きて施設が倒壊しても政府はやはりその職務を遂行しなければならない。そういった時のためのスペアとして、この施設は存在しているらしい。確かにここなら都心から適度に距離があっていいかもしれないわね。有事の際のために地下にあるというのも理にかなっているように感じるわ。そう、この第二の議事堂は巨大なシェルターとしても機能するように設計されている。この噂は、第二次大戦後に予備の国会議事堂の必要性が政治家たちの間で議論されたという、噂に端を発している。加えて議論の際に、地下には議場の他にも官僚や政治家たちの住居、研究施設まで建設し、一つの独立した都市とも言える規模にするという案まであったという。それだけでなく、地下都市と外界をつなげる特殊な新幹線の路線まで予定されていたそうだぜ。嫌味だわ、ただの上流階級用の高級シェルターじゃない。この第二の議事堂以外にも昭和記念公園の地下に関する噂はあるぜ。他の説によれば、公園の地下には未知の技術や情報が集約されていて、日本が将来的に直面する危機を事前に予測し対策を練るために暗躍しているそうだ。なんか秘密組織みたいでかっこいいわね。具体的にはそう遠くない未来に発生すると見られる首都圏の地震災害の被害を最小限に抑えるための活動をしているそうだ。随分ぼんやりとした情報ね。真偽は確かめようがないんだから許してくれよ。ただ避難所としての要請からか、公園内には複数の高度な地震探知機が設置されている。この探知機の存在をもって、地下施設の存在の証拠とする意見もある。他にも、園内では変な騒音が聞こえるということや、地面が揺れるという不思議な証言も報告されている。秘密組織は眉唾だけど、もしかしたら災害対策用の設備くらいは公園の地下にあるかもしれないわね。宇宙人用新幹線。新幹線も含めて、最近は地下鉄以外の電車の駅も地下に建設されることが多くなってきている。これらは建造費や災害時の復旧などにはコストが増えるが、余計な土地も必要なく、騒音被害も心配が少ない点が魅力的だ。そんな地下駅だが、宇宙人やユーマ専用に建設された新幹線の駅があるという説はご存知だろうか？最後の最後でぶっ飛んだ噂だわ。その駅が存在する地点というのが、なんと新宿駅近くの有名百貨店高島屋だ。そもそもなぜこのような噂が出てきたかというと1971年、上越新幹線を建設する際に、想定されていたいくつかのルートのうち、新宿を起点とするものがあったそうなんだ。ふむふむ。で、その時に駅のホームとして利用されるはずだった土地が、新宿高島屋の地下だったというわけ。確かに新宿駅と高島屋なら目と鼻の先だし、違和感はないわね。しかしこの計画は建設費用が膨大化しすぎて頓挫し、新宿駅起点の話は見送られてしまう。そういえば上越新幹線って確か東京駅が始発だったわね。もし計画通りだったら新宿駅はさらに巨大化していたってことね。計画自体はお流れになってしまったが、高島屋の地下には新幹線用のホームが、すでに完成しているという噂がある。え、なんで？まさか見切り発車で作ってしまったとか？うまいこと言ったつもりか？たまたまよ。まあ費用が原因で見送られたのに、なんでわざわざ無駄な金の使い方をしたのか理解に苦しむが、そのホームに別の使い道があったとしたらどうだろうか？というと、ここからが話の本題なんだが、この高島屋地下のホームを利用しているのが、宇宙人をはじめとする地球外生命体たちだと言われている。なんだってー。高島屋の地下に潜入した人たちの証言によるとグレー型宇宙人に酷似した生物がいたという。個人的にはその潜入した人がそういう人なのかも気になるわ。グレーってよく宇宙人の代表格みたいな存在感出してるあれ？そうだ、背が低くて頭が大きく、肌は灰色つり上がった大きな黒い目が特徴のあれだ。高島屋の地下では、彼らや彼らに従属していると思われるユーマたちが出入りする目撃情報があり、その新幹線の行き先は、政府機関や皇居につながっているという説や、日本政府とは無関係に、日本各地に宇宙人の勢力を浸透させるために利用されているという説もある。他にも、日本近海に建設されたロケット発着場に接続しているという噂もあるぜ。恐ろしいのは人間の姿をした宇宙人を見たという証言もあったということだ。日本はもう乗っ取られてるってこと？もう周囲の人間になり変わっていたりしてな。怖っ。今回はこんな感じで東京の地下にフォーカスして、都市伝説を6つ紹介してきたがどうだった？わざわざそれを目的に行こうとは思わないけど、たまたま近くを通りかかったら、立ち寄ってみようかなと思うくらいには好奇心をそそられたわね。どれもこれもアンビリーバブルな内容だが、実は一個くらい本当が紛れ込んでいたりしてな。都市伝説ファンの心理ってそんな感じなのかしらね。だとしたら正直似たような感覚は私にもあるかも。みんなロマンを追い求めてるってことだな。
ということで、今回の動画は以上だ。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価を、ポチッとしてくれたら嬉しいぜ。間違って2回押すなよ。もう押してる人も押さないでね。それでは、ご視聴ありがとうございました。